スフーダムは、島根県浜田市、二級河川、スフ川水系、スフ川に建設されたダム。高さ58メートルの重力式、コンクリートダムで、中国電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、スフ川第一発電所に送水し、最大9800キロワットの電力を発生する。スフ川は、島根県浜田市を流れる河川である。 中国電力は昭和30年代初め、スフ川における水力発電事業を計画していた。しかし、島根県側との間で調整が難航し、本格的な着工は1959年以降にずれ込むこととなった。スフ川ダムの設計担当者は、笹波川ダムのそれと同一人物である。スフ川ダム建設予定地点は強固な地盤を有しており、当初は、 スフ川ダムもまた、笹波川ダムと同じくアーチ式、コンクリートダムとして計画されていた。重力式、コンクリートダムに比べ、アーチ式、コンクリートダムは強固な地盤と、緻密な構造計算を必要とする反面、コンクリートが少量で済むことから経済性に、優れている。しかし、社内からは、アーチ式、コンクリートダムとして建設した場合の耐震性に、 ついて問われ、やむなく重力式、コンクリートダムに変更することになった。とはいえ、構造計算の手法として、アメリカ合衆国で発表された、荷重計算法による三次元応力解析が採用されており、経済性については、重力式、コンクリートダムとして、最大限の追求がなされている。建設工事は1960年1月に着工。 基礎処理工事を入念に行い、同年8月にコンクリートの打設を開始した。骨材の生産が間に合わず、工事の進捗に支障をきたしていたことから、急遽骨材プラントの増強を行い、1961年8月にはダム本体工事の大半が完了。同年11月に竣工を迎え、スフ川第一発電所の運転が開始された。 島根県浜田市中心市街地から国道186号を南下途中で島根県道52号、八坂明インター線へ入ってしばらく進むと、スフガーダムに至る。スフガーダムは中央部分を一段低くし、スキーのジャンプ台のような形になっている。洪水によって水位が上昇した際は、この部分を水が越えて流れることで放流が行われる。 スフ川ダムの建設と並行して下流では、オサミダムの建設が進められた。オサミダムは高さ20.2メートルの重力式、コンクリートダムで、中国電力の発電用ダムである。スフ川ダムに蓄えた水は、砂岸の水路を通じてスフ川第一発電所に送水され、そこで発電に使用した水を、オサミダムで一時的に蓄えた後、スフ川第二発電所に送水し、 最大4 7 0 0ットの電力を発生する。着工は1960年、春工は1961年9月である。スフ川では中国電力による開発の後、島根県がスフ川総合開発事業を推進。スフ川ダムとオサミダムとの間に地水、利水を目的とする多目的ダム、大オサミダムを建設し、2003年に完成させている。 ありがとうございます。